殺し屋にしか見えない、もうあの位置で止まってるし。インポスターがいる。探せ。おい。おい、ナイス。はい、ナイス。ナイス。なんかテンション高いですね。なんか元気がいいこと、いいことですか。いいの引きました、なんか。マットメイトやな。いや、お尻もあります。お尻もあるな、確かに。あ、旗そこに入れたの俺です。はい。全然怒ってた。怖いな。一番怖いタイプや。停電すらない。ナイス。あなたじゃない、おっしゃる。いや、何の絵だった。俺、一応ボタンの前で待機したから、ちょっとぐらいは進むかなって思ったけど、何もしてねえやが第一声やったら、ちょっとごめんってなるやん。いや、俺とアルマほぼ何もしてなくない、多分。エレキの勝ちしかしてないです。マジでエンジンメインエレキ勝ち、メインのドアは来て終わり。終わり。じゃあ、ごめんなさい。どっちに何もしてない。まあ、その2票は甘んじておけるよ。いや、いいボタン、いいボタン。自信持って。コニスさん、自信持って、いいボタンだよ。コニスさん、コニスさん。コニスさん。なんで笑うんで、人の名前で。え、コニスさんに笑ってる。やばそう。やばすいません、白角でお願いします。俺は白です、ね、はい、素晴らしい。白とします。ネロちゃんし、俺もめちゃくちゃ白くないか。はい、停電は三藤さんが直しました。高犬みたい。犬がいた。犬、小型犬の高すぎて。ワン、いよ。いやー、これ全然ボタン。アクアみたいな。これはひどいな。初めて武雄さんのこと嫌いになりそうやった。させません。タスクさせません。人がや。人がやとしたら首絞めてると思うけどな。セリフ爆死でもない限りは。いいね。もう。いや、まあ、これはいいボタンです、ね。これいいボタンでしょ。うん、ありがとう。これいいボタンでしょ。よかった。結局自分がタスクタイミングよく終わったかどうかなんでボタン。これはいいボタンとのことでした、皆さん。ありがとうございます。クソボやクソボ。マジでクソボ。それには期待です。はあ。これはつらい。殺し屋にしか見えない、もうあの位置で止まってるし。めちゃめちゃ直近っすね。どこ？エンジンの配線で光ったんで、エンジンの左側だと思います。今富士宮源で一緒にエンジン真ん中から左に向かっていて、源さんが先にエンジン配線をやってたから、配線終わらせて今下下って切られたぐらい。俺はメインからエンジンに入ってすぐぐらいで、少ししてからのボタンですけど、ゲンさんはどっから行った？藤宮とゲンさんはどっから行った？近くには竹尾さんいた。メインからエンジン。鬼木は ね、多分俺視点で多分無理になるかな。あ、そうなの？あ、そうなの。停電前に鬼木がメインの左側にいるのは見てて、で鬼木はそこから多分メイン右行ってるよね。右行ったね。うん、俺はエンジン入って、ベントタスクとダウンロードやりに行こうと思ったところで、レポートなんで、
一応ね、5、6秒前に展望で奈良子さんと別れて僕がアップロードしてるんで、奈良子さんがガンダすればワンチャンぐらいやけど、ほぼないかな。奈良子セリフで、すみません。多分ほぼ直切りぐらいの。キルクラ上がってするぐらい。そうだよね、うん、そうだよね。直近？もう直近じゃないと。はい。だからミーティングに高田畑作です。はい。エレキに最後入ってきて、旧アスタリスクぐらいにいる人。はい、ねるちゃん、はい。僕も先生、僕も無理ですよね。あ、中野くん無理になる。ちょっと僕の主張だと、エレキからメインに上がって、で勝ちタスクかなんかしに行くときに、藤宮剣で、メイン左側の扉を開けてエンジンに向かってたと思うね。うん、そうですね。で、それで、その後に、僕、メイヤさんとすれ違ってエンジン方面に行ってたから、うんうんうん、まあ、僕は無理で、まあ、メイヤ、藤宮、どっちもできるみたいな感じだと思います。うん、私最後、赤アップロードで、メイ、藤、竹と、メイン、シャワーメインですれ違って、エリキ下ってアップロード行ってます。で、下っていくとき、誰かに見られてるはずだと思うけど。メイヤさんじゃないな、藤竹のどっちかがメインの真ん中くらいで私が下下るのを見てるはずだけど、ほんとさ、いたような気がする。メイヤさんはシャワーで合ってるからメイヤさんじゃない、うん、藤竹のどっちかが私が、うん、私が下るときに見てるはず、うん、いた気がします。うん、まあ、藤さん、藤名、うん、僕も入りますね、一緒には余裕で。どうします？あ、スキップじゃないですか。タスク終わりますけどね、余裕で。うん、え、俺の方に入るのこれ。あ、ボタンを押してない方に入れて、ボタンというか、レポートしてない。あ、確かに。おお、レポートの方ですね。だって僕、レポートもクソもいないから、俺そこに。殺しやらったな。こんだけ部屋ボタン入るとね、さっきのゲームもそうだけど、もう出会い頭ラリアットじゃないと。間に合わんのよね。よし。どうもこんばんは。よし。フリフリ。貨物ばっかっすね。クルーの皆さん余裕そうだ。アサントさんが。あ、皆さん、クルーなんだ。ドリームがあるかもしれない。ちょっとタスクやっとこう。はい。両方とも、ミーティングの死体で、シェリフなんで、奥まで探しに行ったんですけど、犯人はいませんでした。うん、切ってミーティングから逃れていってる、はい、10秒前にはもうなくなってますね。バイタル見てます。で停電直しました。なんで基本的に僕はできないと思ってください。奈良子さんってメインからエンジン宿舎って言ってます？メインエンジン宿舎。あ、じゃあ俺無理じゃないですか、奈良子さん目線でメインですれ違ってるんで。あ、そうだね。あ、うん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 、奈良子さんがメイン右から左、俺が左から右行って、でエレキに降りたらハイブリさんに合ってるんで。あはは、ハタサコと合ってないの？ハタサコと最後昇降機左でヌーに乗ってきたのがハタサコで、はい、今藤宮はミーティングに上がった瞬間ぐらいですね。ハタサコ昇降機右にはいました。ダウンロードしてました。宮、うん、さんがダウンロード終わったら開いたんで、どういう経路だったんですか宮さん？俺は普通にメインシャワーアーカイブ昇降機右で、ダウンロードしに行ったかな。メインシャワーアーカイブ、メインシャワーアーカイブ昇降機右。ネロちゃんって初動、はい、キッチン脇だったか、初動ミーティング行ってるよね。で、はい、なんかあと宿舎にあと2人湧いてて、それはなんかエンジンダウンロードしてる、うん、担当さんだったかメイヤさん、あれどっちだったかな、なんかアルマが踊ってて、そこで片瀬さんってさ、メインから左方向に歩かなかったっけ、俺と交差したよね、シャワー、あれ違うっけ、シャワーないじゃないですか多分。僕その後配線してアーカイブリフトを右ですよ多分。シャワーの覚えゲーから出てくるときに高田さんとすれ違った記憶があるよ。これあ、てか違う、あのメインの女性だ。はい、メイヤどうやって行くんだ、証拠。もう単純にタケ、ネロ、ブリまで白出して、うん、さっきのキルからメイ、フジをもう釣らないと、かなという状況なので、うんうん、どっちかマット、どっちかインポスターじゃねえか、両方チームがあるんじゃねえか、うんうんうん、まあ、僕はさっきリポートしてるっていう点で
俺がインポスターだったら、初ターンでネロちゃんの鬼白ボタンをなんか押させる前にネロちゃん切ってますね。なるほどね。で今回畑迫と一応リフト左で僕はミーティングに向かっていたんで、あそうか、じゃあ明夜くんから釣って、次藤宮ちゃん釣りでの順で、おい、どう大丈夫か、ボタンを押すってことだよね。多分ボタン残ってる人あんまいないと思うよ。はあ、俺がボタンになる。あれか、畑迫が昇降機右で明夜見た場合って、マットメイトだった場合って歩いてどっち道行かないとダメなのか。これアルマさマットだよね。マットです。そうだよね、藤宮とはね内通できてなかったから。いやあのね、俺とね藤宮してね、ネロちゃんがマットの可能性あるなってなっちゃってて。あ、そうなんだ。そう、あれネロちゃん切れてれば全然違ったんよな。ひよったなそこマジで。ボタンが強いのよマジ。ゴミボタンですね。まあゴミボタンだけど、まあ完全にあれは俺と、まあ、全部25秒とかで抑え知ったしな。やったわマジで。執行官、両インポスターか。まれに見ぬクソ試合でした。あのネロちゃんマットだと思ってキルできなくてクソボタンで。そうなの。クルーで変な動きすんねネロ。え、俺変な動きしてた？してましたよ。扉開けなかったからね。あ、扉のとこでクルーってやったやつ。そういうとこあるからな。変な動きすんなよ。その後アルマが踊ってきて、やべえアルママットだと思ったらアルマが死んでて笑っちゃった。変なとこで戦う。こんなことあるか。もう一試合行きましょうぜ、もう一試合。じゃあ行きます。お願いします。